はい、こんにちは、ピカですかね。3090、2枚差しの SLI 搭載しているこのパソコン、120万円かかったんですけど、これがね、ラジエーターがちょっと小さすぎて、冷えないということが分かってですね、ちょっとこれを筐体ごと全部ね、改造していこうかなと。改造するね、パーツが届いたんで、ラジエーターをね、3枚構成にしてね、やっていきたいと思います。はい、パーツね、届きました。ちょっとね、開封動画ね、データが飛んだんで、ここ箱いっぱいだったんだけど、開封しちゃいました。それはいいとして、順番に説明だけしていきますね。今回、ベースとなるのがこちらになりますね。これを使って、はい、やっていきたいと思います。そして、アルミアングルね。これアルミアングルの使い方ね、説明した動画、概要欄に貼っとくんでね、そちらの方もご覧ください。これね、切る道具とかね、いろいろ紹介しますから。で、あと、こういうね、アルミの板ね。これを使って、筐体を作って、それに冷却システムを入れて、で、向こうのパソコンのマザーボード、ここに行きますね。マザーボードとグラボを付け直して配管をするという段取りになっています。でね、大体どんな外観にするのかっていうと、まずこれをね、こういう風に組み合わせるんですよ。で、ここもね、ドリルドネジがあるんですよ。ドリルが先についたネジがあって。それもね、このアルミアングル説明した動画にね、出てますんで、それもご覧ください。で、こうやって、壁掛けにするという感じです。はい、で、壁掛けにするときにこれ、壁美人。賃貸住宅でも大丈夫。1個で12キロですね。4つぐらいあれば48キロまでいけるんで、まあまあ、大体どんなパソコンでもね、大丈夫でしょうと。これをね、4つ利用して、で、こう裏側にしてね、こう逆側にして、落ちてこないようにね、します。で、引っ掛けるときは、もう1個ね、アルミアングルを、もう1個逆側、この字にしてね、こう、こういう風にする。こういう風にして、これを固定すると。そうすると、まあ、裏側がね、こう、この字になってるんで、この裏側のこの字のところに、こうね、フックを、こう引っ掛けると。こういう感じで引っ掛けると。で、ちょっとね、ここね、リューターでね、ピューって掘ってあげると、こうね、移動しないんで、こうね、グッて落ちて。で、まあ、下側もこうね、逆側で、L 字アングルが、こう逆側につくんでね、固定されると。これでね、落ちてきたことないんで。っていう風なやり方で今回もやります。今回のね、デザインね、上下につけますと。だいたいこんな感じのデザインです。ちょっとここうまくはまらないけどね、こっち側にこうつけると。まあ、ここちょっと切って、左右に、まあ、まあこういう風につく。こういう風につけますからね。こっち側もこういう風にね、こうつきますから、こういう風に。で、これがこうついてる感じね。で、ここにラジエーターを今回は乗っけていきますと。前回は、向こうのね、容量が足りない方は、120の3連というラジエーターなんですけど、ちょっと今ね、開封しちゃったんだけど、今回のラジエーター、こちらね、こちらを使っていきたいと思います。これは、14センチファンがつく。前回の12センチファンなんですよ。つまり、ちょっと大きいのね。ちょっと大きいのが、向こうは3つついてたけど、こっちはね、2つ。これを、なんとね、こういう風に、ちょっとね、便所下に置きますけどね。まあこれ、こうなってて、この上に固定してる。こっちもね、こうなって、この上に固定するみたいなイメージなんですよ。で、これがまずこう、こういきますと。で、もう一個ね、こうラジエーター出てきた。こういきますと。これ前回と一緒じゃん。向こうのパソコンね、この構成なんですよ。まあ前回よりね、ちょっとね、こう厚いものをね、選んでます。イケのやつ、ちょっと厚かった。厚みがね、ある分だけ、このね、体積が大きいんで、冷却能力はこっちの方がある。さらに、グラフが2枚なんで、もう1枚、こう。こういう構成でね、これをこのアルミアングルを使って、ね、くっつけると。いう感じ。ポンプと電源つけなきゃいけないんで、ちょっと離します。離したところに、ここ隙間空いちゃうじゃん。ここね。ここ隙間空いちゃうから、このアルミの板を、ここね、ここ2個分ぐらい。ここね。ここ行こうかなと。ここにですよ。ポンプをね、ここつけると。そんなデザインにしようかなと思ってます。で、今回は、ポンプね、今ついてるポンプがあるんで、それもね、もう一個こっち側につけると。で、こっち側にももう一個ポンプをつけて。こう2系統にするっていうね。 CPU 冷やす側のラジエーターポンプ、 GPU 冷やす側のラジエーターとポンプというイメージで2系統に分けようかなと思います。っていうのはね、なんでかっていうと GPU の方が基本的にね熱くなるの。なんで GPU の熱がそのまま CPU にも伝わっちゃってあんま良くないと。なんでそこを分けた方がいいかなと。できれば GPU も分けた方がいいんだけど、ちょっとね、それなかなかね、こうスロットがね、間が空いてないんで、これなかなかこういけなくてね、こう出す、こういくのかな、なんかこういって、なんか、まあまあ、こう縦にね、GPU が入るんですけど、なかなか難しいんで、まあ今回はちょっと一回、ね、ラジエーターに2つを、で、冷やしてまた戻すという、まあ2系統ね、3系統に分けずに2系統でいこうかなと思っています。ファンの説明をさせてください。ファンね、今回使うファンがこちらになります。
こちらのファン、前回の動画でね説明してたファンはちょっとちっちゃいんですよ。12センチファンって言われている、これより2センチちっちゃいファン、それよりもこれはね2センチ大きくて14センチファンって言うんだよね。でこの、ね、風車が大きいんですよ、要はね2センチ大きい。何がいいかっていうと、同じ速さで回した時に、まあ、当然羽が大きいから空気がより多く出る、つまりゆっくりな速さで同じ風量が送れるってことなんですよ。能力が高いからゆっくりだと何がいいかっていうと静かなんで、前回の12センチファンよりも14センチファンの方が、あー涼しいみたいな静かで涼しいみたいなことになってるんで、これをちょっとゆっくりめに回すということで、今回はここにねこういう感じで、はい、でこれで RGB こう光るやつね、色をねいろいろ光らせる機能が入ってるやつ、こんな感じでラジエーターファンね、こっちもこっちもね、どうこれどうなのどうってどうでもいいかっていう感じの構成にしようかなと。で今回ねそれだけじゃないんですよ、つなぎ手ね、つなぎ手っていうのはパイプをつなぐね、これね、つなぎ手もういっぱいね買いました。なんでいっぱい買ったかっていうと、これ6個入りなんですよ、これ6個入り、何が6個入りだって話じゃない、こういうつなぎ手ね、これつなぎ手何かっていうと、パイプをこう接続するための、これパイプね、接続するためのとこなんですよ。つまりポンプとかにこうつけてね、こっからここにパイプをこうねこうつけて、でこれを曲げてあっち行ったりこっち行ったりするというやつ、つなぎ手ですね。これを6個かける4つ買いましたねめちゃめちゃいっぱい買った。もう一個ね、はい、こういうのも買いました。これ何かというと L 字なんですよ、 L 字。これどう使うかっていうと、つなぎ手を入れます、はい、こっち側にもつなぎ手を入れますってなるとね、ただの L 字。これ何がいいかっていうと、パイプを L に曲げなくても L になる。例えばこう、こっち側からね、パイプが来て、ここ L で曲げて、ここポンプに入れるってなると、これをね、こう2つ使うと、パイプを曲げなくても済むっていうね。垂直直角がすごく出やすいから、非常にね、こう、すっきりしたデザインになるんですよ。見た目がね。いうので、これを買いました。でも、これがね、これすごい値段するんだよ。これすごい値段ってそこまですごくないけど、これ1個800円、800円、800円ぐらいするんですよ。これだから、これ1個作るのに1800円。それを今回、なんかわかんないけど、めちゃくちゃ用意しました。まあ、自分の中で頭の中で計算して、まあなんかめちゃくちゃいるなっていう。で、今回かかった総額ね、16万円ぐらいですね。プラス16万円ぐらい、水冷パーツだけ、これだけで16万かかってるんですよ、まあ、関税やなんでなんかかんだ全部入れてね。あ、そう、そのね EK ワークスの買い方、個人輸入の仕方ね、概要欄に貼っとくんで、それもね動画化してるんで、買い方までこうやって頼めばいいよっていうね、あのめちゃくちゃ便利な機能があるんですよ、 EK のねこのホームページには。なんでそれでね皆さん買うのもよし、ちょっとね個人輸入になるんでね、リスクが伴うんで、まあ、俺もね、実は EK さん直接今回は国内在庫がないやつがあったんで、普段はオリスペ、オリオスペックっていうところで買ってます。その方が早いんですよ。オリオスペックめちゃくちゃ早く来て、結構ね、初期トラブルが多いんですよ、EK さん。なんでね、そういうのを検品してくれてるっていう安心感があって、多少もちろんね、高い、まあ、でも完全、なんだかんだ、そんな値段変わらないと思うんだけど、なんでね、まあそういう風に使い分けてるというとこですね。で、まあ、在庫がない時はしょうがないんで、オリスペさんに頼むよりも、まあ直接言ってもいいのかなって、ね。感じで今回はイケさんに頼みました。私ラジエーターがなかったのかな、なんかでね、あとポンプがなかったのかな。なんでまあ1個ね頼むんだったら、まあ、全部まとめて頼むと、今回ねなんと発注から3日で届きました。スロバニアだっけ、スロバニアから届きましたね。なんでか知らないけど、東欧諸国結構物価はまあ高いところもあるんだけど、まあ、人件費安そうだし、意外とねそういう流通基地にはいいかもしれないな。 EK さんのちょっとねそのビジネスを見て、ヨーロッパでデザインして東欧で作って、そこに工場を持って作って、そこに倉庫も持って海外に輸出するっていうパターンはいいかもしれないなみたいな、ね、こういうやっぱりニッチなマーケットのこういうものとか、SIM のものとか、まあそういうのもありだなっていうふうに、まあ感じましたね。まあそういうビジネスは俺やる気ないんで、あんま皆さんやりたい人ね、ぜひやってください。はい、もう一個買ったのが、こういうやつね。これ L 字型は L 字型なんだけど、これオスメスが違ってて、これは両方ともこのつなぎ手がつくじゃん。これはね、片方がつなぎ手がついてですね。これ片方につなぎ手ね。わかるかな、こうつなぎ手がついて、こうね、こうつきます。片方がこのねこうネジになってます。でどうなるかっていうと、こういうことなんですよ。こういうことこうね、こう、まあ、だからこうポンプがこう上に行くときはもうね、もう買ってこう上に行ってる、まあこれ銃に曲がるからね、こっち行きたいにこっち行けばいい、こっち行きたいにこっち行けばいい。でね、こうやっておいて、これがねこの L があると、こうやっておいてこっちに行くとかっていうのは
まあ、ストレートだけでできるっていうね、角角にこれをデザイン的に入れるっていうね、でこれ両方やってね、両方入れてこうこうなんかこうこうなってたらなんかこれちょっとかっこいいじゃんみたいな、かっこいいじゃん俺のセンス、なんとなくこうね、透明のパイプがぐにゃぐにゃって回ってるよりなんかこういうのでこうつながってると、まあ、なんかちょっと俺の中ではかっこいいかな、でもちょっと値段がかかるなっていうことなんですよ。でこっからねどういう風にするかっていうと、このアルミのねこれを切ってですね筐体作りますね。だいたい今こう寸法見てね、これで目剣でいくから、だいたい目剣でね、まあ、こんなもんかなみたいな感じでポンプ並べてみてね、あだいたいこのくらいだなみたいな感じになって、でこの位置でね左右ね、左右こうやってこれ切ります、ここはいここつけます、でこれアルミの色じゃん、これ嫌でしょ、だからこうサンダーでバーっとこうねいって、プライマーとかいるのかな分かんないけど、これね垂れにくい艶消し黒、これでまあ塗っちゃいます、これでね、で全部真っ黒な筐体を作った上で穴位置を決めてラジエーターをつけてこういうのもつけていくという作業になりますね。ここからねいつになることやね、完成がね、こういうねファンを回すやつね、ファンの分岐とか、はい、これが RGB の分岐ですね。あの向こうのパソコンで RGB のねこの分岐が足りてなかったんですよ。なんでもうこれでもかって分岐するね、マザーボードにこの RGB 出力が2系統しかないんですよ。なんでファン1個1個にいるから 1,2,3,4,5,6 個いって、グラボでしょ、あとここでしょ、なんかいろいろいるんですよ。だからまあとにかくこれもいっぱい買いましたね、はい、2系統2系統でねこう増やしてね、でなんか延長なんかしちゃったりなんかしたらまあ大体足りるのかなっていう、適当に買いました、まあ、足りなかったらまたね買えばいいし、ああ足りなかったと思うためにねもう1個分岐買ってんだ、まあこれでも買って6分岐だから、さらに4つに分岐するまでとまで買ってるから、最大、10個14個までこれつきますからね、あの RGB でね、あそうポンプもあるから結構あるんだマジで、そうそうそう、その配線とかもするという感じになります。ということでね、だいたいこういう構成で俺が作る、俺だけど他人に任せてんだろって言われたけどさ、まあ、自分で作ってねえだろみたいなこと言われたんだけど、あのね誰がやってくれんのこんなこと、こんなこと誰がやってくれんのね、俺誰かやってくれよマジでいいよ、や任せるからやってくれよって思っちゃう、あのこんな誰もやってくんねえからね、結構大変なんだこれ、こっからがね、はい、ということで、まあ、とりあえずね構想をね説明してきました。あと1個忘れてた、あとねこういうのも買った、グラボのこう今どうなってるかちょっと向こう行こうか、これはね何かというとここですね、ここにこうなります、そうするとこれがね光るっていうね、これない方がいいかな、このままの方がかっこいいかな、これどっちがいい、どっちでもいいですか、ここは全部外れてこれがねつくという感じのものです。なんかめんどくせえな、ここまでこう揃えたのはいいけど、あれ本当にめんどくさいんだよ、相当大変だこれ、何時間かかるんだろうね、まあ1日がかりだと思う、まあいいや頑張ってやりますよ、なんかね間違ってることあるかもしれない、なんかあったらコメント欄書いてください、はい、ということでまたねこういうのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、じゃあねバイバイ。